中村一世は、東京都江戸川区出身の元プロ野球選手、コーチ。東海大学附属浦安高等学校時代の3年時の夏に、第82回全国高等学校野球選手権大会へ、千葉県代表として出場。5番、中堅守として、チームの準優勝に貢献した。高校卒業後に、国際武道大学へ進学。 広い守備範囲と瞬速を武器に一番を打って千葉県大学リーグで3年秋に MVP4 年春ベストナイン2004年のプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから7巡目で指名され契約金5000万円年俸1000万円で仮契約を結んだ背番号は51国際武道大学野球部の選手が NPB の球団と契約した事例は、高橋光信に次いで二人目であった。中日時代2005年から2007年までは、一軍公式戦への出場機会がなかった。ただし、2006年のフレッシュオールスターゲームには、ウエスタンリーグ選抜の一員として出場。本類だを含むにアンダーを放ち、優秀選手に選ばれた。2008年は、プロ入り後初めて一軍へ昇格。 一軍公式戦9試合の出場で打率333に打点を記録したほか2本の二塁打を放った。9月には5歳年上の女性と結婚。チームがレギュラーシーズン3位で臨んだクライマックスシリーズにも守備要員として一軍に帯同した。2009年は春季キャンプを一軍で過ごしながら公式戦の開幕を二軍で迎えた。7月に シーズン初の一軍昇格を果たすと、7月17日の対横浜ベイスターズ戦で一軍初本塁打を放つなど、公式戦10試合に出場。打率3132打点4得点という成績を残した。2010年は一軍公式戦7試合に出場したが、4打数無安打に終わり、2011年は一軍昇格の機会がないまま、 シーズン終了後の11月11日に戦力外通告を受けた。2011年12月19日にオリックス・バファローズが中村の獲得を発表した。背番号は63。2012年は公式戦の開幕を二軍で迎えた。小中堅守の坂口智隆が5月17日の対巨人戦で負傷したことから、 19日に移籍後初の出場選手登録。23日の対阪神タイガース戦で岩田みのから一軍で3年振りの本塁打を放つと31日の対中日戦では3番打者としてスタメンに起用された。ダイソー、ガイ野の守備要員、左投手の先発が予想される試合でのスタメン要員としてシーズン終盤まで一軍に帯同した。一軍公式戦には 通算で62試合に出場。中日時代を上回る11安打6打点を記録した。2013年は一軍公式戦34試合に出場。打席数が前年から半分近く減った一方で、移籍後初の盗塁を記録したほか、打率を265にまで上げた。2014年は、左投手の先発が予告された一軍公式戦で、 スタメンに起用されたが、左投手との対戦打率は、146にとどまった。それでも、外野のバックアップ要因として一軍に帯同し続けた。2015年は、ダイソーや守備要因としての起用を中心に、一軍公式戦でプロ入り後自己最高の67試合に出場。打席数が前年から、ほぼ半減したほか、打率も、200にとどまったが、 五打点を挙げた。その一方で、総類面では、投類指数が、投類数を上回った。2016年は5月14日の大福岡ソフトバンクホークス戦で、7回裏に、支球で出塁したブレントモレルの代走として出場。8回表から、中堅の守備につくと、同点の延長10回裏に死1.2塁で迎えた、第2打席で、ロベルトスアレスから二塁打を放った。 中村にとっては、野球人生で、初めてのサヨナラ安打でもあったが、一軍公式戦での安打は、この一本にとどまった。公式戦への出場も遺跡後最小の7試合に、とどまり、シーズン終了後の10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。他球団での現役続行を視野に12球団。 合同トライアウトへ参加する意向を示していたが、オリックスからコーチ就任の打診を受け、現役を引退した。2016年10月27日に、オリックスバファローズの一軍外野守備総留コーチに就任することが発表されたが、2017年、シーズン最終戦翌日の10月10日に来年度の契約更新を行わない旨を通告された。2018年1月より、 兵庫県明石市のピエンサベースボールアカデミーでコーチとして勤務している。2019年7月より中村一世ベースボールスクールを開設し、神奈川県の藤沢市、横浜市、肌野市で少年野球を中心に指導に当たっている。高い身体能力を生かした守備力が持ち味。意外性のある長打力を持ち、二塁打も多く、オリックス時代は岡田、森脇。 福くそれぞれの監督に重宝されていた。ありがとうございます。